はい、どうも皆さんこんにちは、ゆきやみです。今日はガンダムバトルオペレーションネクストランクマッチシーズン23のお知らせの方をしていきたいと思います。開催期間は6月14日14時からスタート、6月28日13時59分まで、チームトライファイターズゴーファイということで3機登場ですね。トライバーニングガンダム、ライトニングガンダム、フルバーニアン、そしてスターウイニングガンダム先行入手という形で登場でございます。スタートダッシュキャンペーンもいつも通り開催ということで、6月19日13時59分までとなってますんでね、この期間なるべく稼いでいきたいと思います。はい、PV の方も出てるということなんで、まあ、で動画説明欄の方にちゃんと貼っ付けておきますんでね、気になる方は見てみてください。私の方もね、ちょっと仕事がね、深夜2時頃帰宅の日がちょっと続いてますんで、すいません、情報の方ちょっと遅くなってしまって、私自身もね、この情報とか確認するのが深夜になってるので、まあなかなかね、ちょっとその辺ご了承いただけると嬉しいです。はい、あとはね、どれぐらいで作れるかとかもね、ちょっと確認しておきましょう。私まだ見てないんでね。1万ランクポイントでトライバーニングガンダムが開発可能、7万ランクポイントでライトニングガンダムフルバーニアンが開発可能となってますね。まあ問題なのはやっぱフル強化が気になるね。フル強化はいつも通りか。はい、5万ランクポイントでトライバーニングガンダムがフル強化、そしてライトニングガンダムフルバーニアンの方は11万ランクポイントでフル強化ですね。そして先行機体である、スターウィニングガンダムは12万ランクポイントとなってましたね。はい、なるほど。まあテレビ版ゼロのね、20万ランクポイントを走ってるので、まあ12万なら全然開催期間内には問題なくいけると思います。いつもだいたい何も考えずにやってて15万ランクポイントぐらいからだいたい行くので、まあ20万ランクポイントはね、本当に死にそうだったんで、まあ今回それがなくてよかったかなっていう感じですかね。まあ12ならまあまあゆっくりやれば全然問題なくやれると思います。まあ最速とか目指したりとかすると死にそうになるんで、まああんまりそんな無茶せず今回やっていこうと思います。まあなるべく早くは頑張ってはみますけど、最速は期待しないでください。まあそんなに無理はしたくないんで僕も。はい。あとはね、ちょっとパソコンの資金とかも貯めたいので申し訳ない。はい、まあそんなとこでございます。ね、まあ梅雨に入って、まあジメジメした日も続いて、まあそれにね、ちょっと暖かくなってきてね、暖かいというか暑い日だね、暑い日が多くてもう寝づらい日もあって、まあ風邪ひいたりする人もね、結構ちらほら見かけたりするので、皆さんもね、ゲーム楽しむためにもね、体調管理に気をつけて過ごしてください。はい、それではね、こんなとこでしょうかね。はい、それではね、今日はこのぐらいにしたいと思います。皆さん、失礼します。